皆様、こんばんは。4月15日、今晩の相場展望、チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますドル円の時間足でございますが、今日は153円の97まで、上昇しておりまして、つい先ほど、なんかストーンと落ちて、こちらの方ですけれども、こちらの方がですね、1分足見た方が分かりやすいですかね。ちょうどこの17時11分ぐらいにストーンと落ちて、さらにここでもう一回安値をつけに行って、ちょうど70までだと思いますけれども、下落をして今、あっという間に戻してきておりますが、93レベルぐらいまで。これは、ちょうど神田財務官の発言でございまして、こちらの方は金融為替市場については、日常的に米など主要国の財務官、中銀幹部と、頻繁に連絡を取り合っている。あと IMF 総会の合間に日米韓財務省会談開催で調整中という発言があって、これで、若干円安の巻き戻しが入ったというところでございます。ただし、正直言ってですね、あまり、ここで口先でもうやってももうあまり効かないだろうなというふうに思います。海外勢のこの今日の買い上げも含めてでございますが、介入を警戒しているというよりも完全に介入の最速相場になっているというふうに思います。したがって、ショートを振るっていうのもですね、なんて言いますか、長い間引っ張っちゃうとやっぱり厳しいんで、短期的にショートを振るタイミングがあればそれを振ってっても問題ないと思うんですけど、やはりトレンドの流れはまだもう一段上まで、ある可能性の方が高いかなというふうに考えております。自分でも今日の方針は指し値はいたしませんが、153円の6号の買い、そして153円のこちらの方は、30で損切りを、そして154の1号で利食いをイメージをいたしました。154円は夜のうちに突破してくるだろうという判断です。同様に、ドル買いが非常に強いユーロドルでございますが、ユーロドルに関しては、1.06 の、こちらの方は、1.0680で、この時間足のこの200時間のちょっと上のところですね。違った。ごめんなさい。全然違うところに線を引いてしまいました。1.0680、こちらですね。で、売りを。1.0710 で、これストップを。1.0640で利食いを考えております。次は、ユーロ円です。ユーロ円ですが、やはりこちらの方も、推しを買うスタンス。当然今日は、すべて買いもですね、ドル円も、ユーロドルも、ちょっと差し値は置かないで、というふうに思っております。ユーロ円163円の、70で買いをイメージ。163円の40ストップ。そして164の30利食いでイメージをしてみたいというふうに思います。次、ポンドです。ポンド買いドルでございますけど、やはり戻り売りのスタンスで、1.25 のこちらは20で売りを、1.25の55でストップを、そして、買い戻しを1.24の35でイメージをしてみたいと思います。ポンド円です。ポンド円、引きつけてやるのであれば、買いから、191円の50の買いで191円のストップを20で、そして利食いを192円、ちょうどでイメージをしてみたいと思います。次はオージーです。オージードルも戻り売りでイメージをしてみたいです。 0.65 の20で、 0.6550 ストップで利食い買い戻し、 0.64 のこちらは65でイメージをしてみたいです。次、OG 円です。
OGM もできれば、推しを買いたい。99円の30で、99円ちょうどでストップを。そして、利食いを、この99円の85で、テイクプロフィット考えてみたいと思います。最後、ニュージードルです。ニュージードルも戻り売りで、0.59 の75で、売りから、0.60 のところでストップを、6005ですかね。そして、ショートの利食いを、0.59 の30で、イメージをしてみたいです。ニュージー円です。押しを待って買うスタンスで、91円の05で買いを、90円の75でストップを、そして91円の65で利食いをイメージしてみたいと思います。突然の財務官の発言で、まあ、ストーンと落ちて20銭ぐらいですけれどもね、落ちましたけど、何事もなかったかのようにすぐ戻ってまいりました。まあ、財務長官、イエレンさんと立て会って話をするにしても、まあ、よほど介入のちゃんとした明確な理由がないとやっちゃダメだよと、以前にこう、釘刺されておりますが、同じようなことが出てくるようだと、さらにこれは、円売りがさらに加速する可能性もある。まあ、実際、タイミング的にはですね、これが、警戒感じゃなくて、実際介入でも入れればですね、まだ、150円台ぐらいまで下がってローンが一回切らされるという展開があれば、次から今度はステルス介入みたいなものを上に置いてですね、止めにかかるということもできなくはないわけですけど、まあ、その前に、ちゃんと、イエレンさんに話をして、やっぱり納得していただく必要があるんだろうな。そのためにはまだもしかすると、過度な変動に当たらないということになれば、エビデンスがちょっと弱いのかな。そんな気もしております。まあ流れは、もう一段上、155円をどこかで狙いに行く形になりそうな展開でございます。ちょっと自分が152円、を抜けて、152円の95ぐらいで介入入るんじゃないかと思っておりましたけど、完全に、要するに裏切られました。もう一段の上をやはり見て、怖いながらもやるなら、おしめのドル買い。あとは、ザラバであれば、ちょっとオーバーボード買いすぎてるなと思った時に、多少カウンター気味に売ってみるのもいいかもしれませんが、売りの場合にはいくらでもストップ効くと思うので、その辺をご注意いただければと思います。それでは、今晩何かお取引ございますようでしたら、ぜひよろしくお願い申し上げます。お待ち申し上げております。それでは、月曜日、今晩の相場展望チャート分析編、この辺で失礼させていただきます。どうも、ありがとうございました。それでは、失礼します。